名古屋ガイドウェイバス株式会社は愛知県名古屋市の東区と森山区でガイドウェイバスの運営などを行っている名古屋市、名古屋鉄道、JR 東海バスなどが出資する第三セクター会社である本社は名古屋市森山区流線時2丁目301番地にあるガイドウェイバス専用機動線としてガイドウェイバスしだみ線を運営しており 運行委託先である名古屋市交通局の路線バス区間とともにユトリートラインを形成している。小畑緑地駅のモードインターチェンジガイドウェイバスとはガイドレールを備えた専用軌道に対しこれを案内輪でトレースしてステアリング操作が不要な半自動運転を実現しつつ一般道路においても普通のバスとして走行可能な新交通システムである。都市部では 一般道路で発生する交通渋滞の影響を受けない専用軌道を走行し、郊外では一般道路を走行する。高価のバス専用軌道には2本のガイドレールが敷かれており、バスの前後に取り付けられた案内装置をガイドレールに接触させて、その誘導でバスを走行させる。ゆとりとラインが開業する前の当地域は JR 東海中央本線と 名鉄瀬戸線に挟まれた鉄道空白地帯で唯一の交通である地域を縦断する流線寺街道は自動車交通が集中しており特に朝のラッシュ時間帯は小端から大曽根まで抜けるのに1時間以上かかる状況であったこのため路線バスの利用者は極端に少なく当地域を縦断する民営バスは1時間に3本程度 市営バスに至っては1時間に1本程度という地域の規模と照らし合わせても極端に少ないダイヤであった。名古屋ガイドウェイバスの運行区間と名古屋市営バスの運行区間を合わせて交通渋滞の影響を受けずに快適に移動ができる特徴を反映してゆとりとストリートを掛け合わせたゆとりトラインという愛称が付けられている。共通事項ゆとりと ラインで使用される車両はすべて名古屋ガイドウェイバスが保有しているが管理は平面区間の運行事業者が行っており2009年10月1日以降は全車が名古屋市営バス大森営業所に集約されている機動線車両扱いであるので形式称号が存在し全車両に投資番号がある車内には 機動戦車両としての全般検査の時期が記入されているほか、全面ガラスには自動車としての車検期限のステッカーも貼られている。名古屋ガイドウェイバスの車両には、前輪及び後輪の付近において車両を誘導する案内装置が設置されており、一般道走行時に適用される道路運送車両法の保安基準に抵触しないよう、一般道を走行中は、 前輪の案内輪アームを車輪内側に格納できるよう設計されている。直線部における走行安定性と曲線部における案内機上への追従性を高めるため、直進性を加える安定化装置を搭載している。車両故障時に、後続車による推進運転を行うため、連結棒と連結棒受けが用意されている。総務省無線局面許状等情報によると、 名古屋ガイドウェイバスは2019年7月現在、300MHz 帯の公共業務用無線の基地局1、陸上移動局29を有する。この無線は、平面区間では作動しない。2012から2014年度導入分 GB-2110、型2010年5月24日の名古屋市会都市。 消防委員会において名古屋ガイドウェイバスの時期車両の開発に着手したことが明らかになった。開発費用として2010年度から2012年度までの3年間で5億8100万円の市予算が投入された。2011年度にはこの予算内で試作車が製造されていることが2013年10月2日の同意委員会で明らかになっている。 2012年3月8日の同意委員会では2000年度導入分について走行距離が80万キロメートルを超えるものが出てきたことから2012年度から2014年度までの3年間で使用算により最大30台の新車を導入してこれを置き換えることとされた2013年2月26日の同意委員会では2000年度 導入分において25台中7台にしか装備されていなかった新商社用ステップリフトが全車両に装備されること。走行用ランフラットタイヤの製造メーカーであるミシュランによる耐久試験に時間を要したことから実際の納入は2013年4月以降となること。車両の置き換えに合わせて緊急無線システムと運行監視システムの更新が行われることが明らかになった。 最終的に28台が導入され、車両購入に15億7100万円、システム更新に2億4400万円の使用算が投入された。形式はギガバイト2 1 1 0型としている。日の自動車製のハイブリッドバスで床下に案内装置を搭載するスペースを確保するため、ノンステップから試作車扱いでツーステップとしている。 ギガバイト -2100 型と比較すると、ベース車のオーバーハイングが大きいため、ホイールベース及び車体長を若干縮小している。同じくベース車の都合で、トランスミッションはマニュアルとなっている。案内装置は三菱重工業製である。2000年度を導入分2000年度の開業時には、以下の4形式が導入された。四形式合計で十五台が製造され、 開業時における平面区間の運行事業者に下記の通り割り当てられた。割り当て事業者ごとに使用に細かな差異があり、例えば名鉄車には平面区間用の音声無線機が搭載されている。一方でバンパーデッキと後部の清掃用握手がない。名古屋市は2000年度予算で名古屋ガイドウェイバスがリフト付きバスを導入するための改造費用に対する 補助金として3000万円を計上していたが、2000年12月22日、名古屋市内の障害者団体などが、市監査委員に対し、リフト付きバスを25台のうち3台とする計画は、交通バリアフリー法の精神に反している、交通弱者の利用に目を向けない事業への、補助金支出は不当だとして、支出の停止を求める、住民監査請求を行った。これに対し、 名古屋ガイドウェイバスは、市の補助金は3台分だが、リフト付きバス自体は7台の導入を予定していると、した。市幹サインは2001年2月19日、交通バリアフリー法の車両の基準適合義務を、定めた規定は2001年4月1日以降に、運行を開始する車両について適用されるものである、こと。実際には25台中7台が、リフト付きバスとなることから、 交通弱者への配慮を欠いた事業とは言えず、補助金支出の不当性は認められないとして、蒸気請求を退りける監査結果を通知した。これらの4形式では、前輪に中越式ランフラットタイヤを採用しているが、2001年3月下旬から4月上旬にかけて、右前輪の異常破損が5件発生した。調査の結果、 平面区間の運行中にチャッターバーを踏んだことにより、中子が破損し、その破片が走行を続けるうちに、内側からタイヤを破壊したものと結論づけられた。これを受けて、暫定措置として、前輪タイヤの空気圧を高くするとともに、チャッターバーを踏まないように運転することとされた。問題のタイヤについては、その後構造の改良が行われており、 同様の故障は発生していない。開業時に、建設小土木研究所において、走行試験に使用されていた、ガイドウェイバスを譲り受け、凍結防止剤散布作業車として使用した。降雪の予報で、事前散布の必要がある場合や、路面が出順し、凍結の恐れがある場合に、営業時間外に10時速 20km の低速で走行しながら、散布を行う。 公式観光物では、本社1階に留置されている様子や、社会見学に来た児童にガイドウェイバスの仕組みを説明するための教材として使用されている様子が紹介されている。2012年4月9日、真っ白な塗装の日の自動車製のリフト付き、2ステップハイブリッドバスが納車され、同日中に軌道内での試運転が行われた。 こちらも後に融雪剤散布装置を設置し初代、作業者を置き換えた。以下では、広角管内を呼び、広角管と平面区間にまたがる区間の運賃について言及する。平面区間のみを利用する場合については、名古屋市営バスを参照。広角管と平面区間をまたいで乗車する場合には、名古屋ガイドウェイバスと名古屋市営バスの運賃を、 合算した金額から区間に応じて20円から140円の平山割引を適用した額となる。高価間の初乗り運賃は2019年10月に値上げとなった名古屋市営バスや名古屋市営地下鉄とは異なり10円、安い200円に据え置かれている。身体障害者、手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳を提示した場合は運賃が 半額になる。何かを利用して、広角間と名古屋市営地下鉄、名古屋市営バス等90分以内に乗り継ぐことで、2回目の乗車について運賃が80円引きとなる。広角間と名鉄電車や名鉄バスとの間には、乗り継ぎ割引は適用されない。以下では、広角間内を呼び、広角間と平面区間にまたがる区間で利用できる。 乗車券について言及する。平面区間のみを利用する場合については、名古屋市営バスを参照。何かが導入されており、遠いか水海高架パズムオーケーいか守護かピタパ、早川県にもかといった、全国相互利用サービスに対応する IC カード乗車券が全線で利用できる。開業時から、次期ストライプカード、ゆとりトカードを導入していたが、 2011年2月10日をもって発売を終了。2012年2月29日をもって取扱いを終了した。剣種は以下の通りでいずれもゆとりとラインのみで利用可能であった。このほか以下の他社カードの利用が可能であった。通勤定期券、マニカ定期券を大ソネ駅及び名古屋ガイドウェイバス本社で購入することができる。 以下の組み合わせで、連絡定期券の発行が可能である。平面区間を一区間でも含めば、ユトリートライン以外のバス全線で利用できるため、高蔵寺まで購入することで、バス全線と同等の効力となる。なお、名古屋市交通局における、定期券発売場所は、真中太陽券売機、地下鉄駅長室及び交通局サービスセンターである。 名古屋ガイドウェイバス名古屋市交通局名古屋ガイドウェイバスでのみ発行上定期券名古屋ガイドウェイバス名古屋市交通局名古屋ガイドウェイバスでのみ発行上定期券名古屋ガイドウェイバス名古屋市交通局名古屋ガイドウェイバス名古屋市交通局で発行マニカ定期券名古屋ガイドウェイバス 名古屋市交通局名古屋市交通局でのみ発行。マニカ定期券名古屋ガイドウェーバス名古屋市交通局。青波線名古屋市交通局でのみ発行。マニカ定期券名古屋ガイドウェーバス名古屋市交通局。名鉄線名古屋市交通局でのみ発行。マニカ定期券1から2について。規定上は、名古屋市交通局が、マニカ定期券を発行することも可能であるが、 運賃が高くなるため除外している。広角館はバスと同様に扱われるためマニカ事業者の鉄道定期券と同一のマニカに乗せることができる。通学定期券、マニカ定期券を大曽根駅及び名古屋ガイドウェイバス本社で購入することができる。名古屋ガイドウェイバスが発行するものについては特別割引運賃で設定されており、このうち 何か定期券で発行されるものは、ユトリート、学友パスの名称がある。以下の組み合わせで、連絡定期券の発行が可能である。平面区間を一区間でも含めば、ユトリートライン以外のシバス全線で利用できるため、高蔵寺まで購入することで、シバス全線と同等の効力となる。名古屋ガイドウェイバス名古屋市交通局、名古屋ガイドウェイバスでのみ発行。 上定期券名古屋ガイドウェイバス名古屋市交通局名古屋ガイドウェイバスでのみ発行上定期券名古屋ガイドウェイバス名古屋市交通局名古屋ガイドウェイバスでのみ発行何か定期券1から3について規定上は名古屋市交通局が何か定期券を発行することも可能であるが運賃が高くなるため除外しているまた地下鉄青波線 名鉄線を含む連絡定期券は、事業者ごとに分割して購入した方が安くなるため、除外している。以下はいずれも全線で利用可能。名古屋市では、総務省のガイドラインに基づき、経営が著しく悪化している、外閣団体の改革プランを作成することになり、名古屋ガイドウェイバスもこの対象となった。外部の有識者による、 外郭団体経営検討委員会の結果を踏まえ、2010年5月に改革プランが策定された。この中で講述する、車両更新に対する市の支援、地下鉄、市バスとの乗り継ぎ割引などの方策が示された。なお、外郭団体経営検討委員会においては、将来的には、市交通局との事業統合も含め会社のあり方を見直すべきとの見解が示されている。 ありがとうございます。